勝負に行くか。ベルが対応、スプライルのフェイダウェイショット上がってくるチームはありますよね、はい、さあ第2クォーターが始まっています。スプライルのスリーポイントシュートで幕が開けました。斉藤瑠衣ジャンパー決まりました。山田優也、カーターに渡して、カーターがパワーでエチェニケをかわしました。高橋裕二が対応、こぼれたところ橋本直樹が収めました。さあエチェニケが突っ込んできての得点です。バッター福島ハレルソン、土屋から長谷川スリーを狙う、決まりました。外の斉藤ドライブで侵入、外出せるか、山田再び外、ベルがスリーを狙っていく、決まった。チョン・ギボムからハレルソン、外のスプライル、橋本直樹スリーを狙う、柔らかなタッチ。3本目のスリーポイントシュートですね、はい、これで福島のリードが4点となったところですが、すぐさまチョン・ギボム、スプライルからハレルソンのいいパスが取ってボースハンドダンク。スライついていくか、山形カーター対ハレルソン、カーターが鮮やかにかわした。村上、昨日は終盤ポイントで貢献しました村上シュート、ここはカーターに託して、カーターのダンク、カーターに入れて外へのパスはスプライルがカット、勝負に行くか、決まりました。タイムアウトでしょう。福島逆転。福島はエチェニケがベンチ、ハレルソンとスプライル、橋本スリーを狙った、今日絶好調。すごいですね、鮮やかな4本目、橋本直樹。かけるホームの山形、ベルのシュートはスリーポイントではなくゴール下から決めました。カーター、ここは福島の集中力が上回っています。ベルがスリーを狙いますが、ハレルソンが取って試合終了。最後の最後まで